美味しい。じゃあちょっとね、さっきね、泳いでる途中に見えたね、石炭ブロックと、あと銅鉱石もあるのか。これ二つを回収していきたいんだけど、そしたらね、土ブロックをこういう風に置いて、痛い。死ぬとね、なんかこういう風に光みたいなビーコンを出してくれて、さらに、レイテストです。っていう風に、一番最後に死んだ場所を表示してくれるようになってるんだよね。ボクセルマップクソ便利。で、さらにその下、これ、なんか、ここで水分補給できないかな。ちょっと待って、一回この土ブロック壊すか。壊せた。ふぅ、危ねえ。でだ、これ、クロスロードって書いてあるよね。これ、お墓です。そう、オープンブロックで追加されるお墓なんですけども、これ手で壊して、で、壊すとね、これだ。死んだ時に持ってたアイテムを回収できるっていうね。生き返るわ。ちょっと足元に、ブロック置いた方がいいな。なまるな。よし。これでひとまずは燃料確保でしょう。11個もあれば、アイテムが最高で88ブロックか。さて、まずはこれを中に入れて、そしたら、そうだな、まずは、カッパオレ。オレから焼いていこう。てか、石炭ちょっともらってっか。石炭ちょっとだけもらってって、湧き潰ししよう、とりあえず。いろいろやることあんな。よっこら、そいや、スタート。できた、松明。12個なぁ。バニラの感覚がおかしいのかなぁ。まあ、ちょっと少ない気がするけど、まあいいか。よっこら、まあ、序盤はこんなもんかな。ごめんなさい。本当は綺麗になりたいんだけどね。松明の量が少ないのと相まって適当に巻き潰します。ドン。とりあえず12個松明置いて、ある程度明るくなったでしょう。向こうの方カオスだけどね。見てあれ。装備着たやつがもう湧いてるっていう。あ、でも待って。羊さんいる。あれを確保すれば寝れるぞ。いや、ただ、今、確保しに行くのは、きついかもしれんな。それじゃあね、カパインごと。これってさ、ツルハシとかにできるっけ？ちょ、ごめん。勝手に。とりあえずは地下に、芋って、地下でもう石炭探したいな。すいません、暗いですけど、作業します。来た。今は石炭が欲しい。とりあえずね。お、鉄もある。嬉しいな、これは。これは嬉しい。お、石炭。おいしい。お、鉄もある。いいね。もらっていきましょう。あ、でも猫が遊ってな。ちょ、一回上に上がって、そうだね。一回上に上がって、この石炭を使ってね、松明が作りたいからね。あ、でもちょっと移動したせいでディスポーンしたな。今のうちに行っちゃうか。今のうちに行こう。よしよし。風の方にね、なんか湧くかもしれないから怖いけど、今のうちに行って、羊さんから、羊毛を買ってきよう。失礼します。オッケー。まず1個。でもこれ2個だから足りなくない？ああ、ごめん。痛くしない。ありがとう。そしたらちょっと腹減りもすごいんでね。一旦元の拠点の方に戻ってね。ですね。持続的な環境を作っていこう。持続的な社会にしよう。そしたらどうしようかな。木材がもう底、今にも底をつきそうだけど、とりあえずなんかもう歯を食いしばってね、石のくわ作って、いざ農業。そうだね、農業しよう。ここら辺ちょっと片付けるか。
よし、じゃあ、うえい。そしたらね、ここにね、種第1号を植えていきましょう。これで育つのを待ってる間に、お、豚肉が焼き終わった。牛肉。惜しい。月が降りていってますね。日が昇りそうです。眺めましょう。おせ。